雨の被災地を走る1台の車。今日巡回するお宅は、被災地に奥さんを亡くされたお父さんのお宅です。これは地元 NPO 法人フェアトレード東北が行っている巡回型高齢者訪問事業。震災で家族を失った一人暮らしの高齢者などを訪問し、心のケア、介護相談などを行い、孤立化を防ぐことを目的としています。あ、嬉しいよ。だから俺寝てたら会話つもねえの、一人だもん。隣のスタジオだったと結局働きに行っていくから、会話がやっぱ会話するってことはいいことよね、うん。被災者支援は雇用にまで及んでいます。米や野菜を生産する農場を経営し、一人暮らしの高齢者などが働ける環境も作りました。人とのつながりを取り戻してもらうだけでなく、生産した農産物を販売、利益を上げることにも力を入れています。普通のなんか市民農園で、じゃあそこで生きがい作りって、俺は生きがいなんて作れないと思う。そんなぬるい問題じゃないですよね。生きがいって本当に作るんであれば、だってニーズに沿ってない。ただ単に時間潰してそこに行くんですかっていう話になっちゃいます。そしたらどんな金持ちなんですか、そもそも。本当違いますよね。生活にも困っています。誰もが安心して暮らせる地域を目指して、 NPO 法人フェアトレード東北の活動を紹介します。東日本大震災で著しい被害に遭い、地域全体で災害復旧に取り組んでいる宮城県石巻市。フェアトレード東北の事務所も震災で特に大きな被害を受けた地域にあります。フェアトレード東北の設立は平成20年。現在の職員はおよそ20名。その大半が石巻出身の20代30代の若者です。大学からずっと岐阜にいたので、地元はこっちなんですけど、で震災を機に何かこっちで働ける仕事はないかなっていうことで探させていただいてて、最初はずっと福祉の仕事してたので福祉畑で探してたんですけども、でちょうどハローワークで探してたら、うちの巡回事業っていうのが目についたので、まあ、そういうことだったら自分でもできるかね、今までのスキルも活かせるかなってことで勤めさせてもらってますね。職員の中には今も仮設住宅で暮らす被災者もいます。本当にね、情けない話、まあ、人間遅れてしまって、まあでもなんとかね、助けられたんでね、まあこのせっかく助かった命だから、まあ、なんとかみんなに喜んでもらえるようなね、言い方できればいいかなっていうような感じですけどね。フェアトレード東北の代表を務めるのは布施隆一さんです。布施さんは地元石巻高校を卒業後、市内でフェアトレードコーヒーを扱う飲食店を経営していましたが、過労で体を壊したことをきっかけに、ニートや発達障害の子どもなど社会的弱者の支援活動に取り組んでいきます。2年半くらい働けなかったのかなってなった時に、一番じゃあ 何かってなったら、働けないってことは辛いんですよ。でだから誰も助けてくれるわけでもないし、本当は手を差し伸べられればなんとかかんとかいけるような感じなのにもかかわらず、じゃあだっていくら難病でも実際の話は保証があるわけでもないし、全くそれはかなり大きいポイントでしたよね、変わるっていうか。こうして設立されたフェアトレード東北は、国内での取り組みがほとんどなかったソーシャルファームを行政からの補助に頼ることなく独自に導入します。畑での野菜作りなどを通じて、障害者やニート、引きこもりなどの社会的弱者の社会復帰や雇用支援に取り組んできました。平成21年から米作りにも取り組み、米作りの参加者が全員就職を決めるだけでなく、実際に収穫した米を
ニート米という名前で販売するなど、その取り組みは各方面から注目を集めました。あれはね、でもムカついて作っただけなんですよね、正直な話。田んぼも借りれない、畑も借りれない、何も借りれないっていう状態がすごいあって、で実際の話、夜嫌がらせのファックス来たり電話来たり、そんな弱いもの集めて何してんだよっていうのが結構すごいあって、それが頭に来て、一緒に働いたそういう若い子たち、まあいわゆるニートって言われることが、そういう、あとはちょっと問題やっぱり抱えてる子たちと一緒に話し合った時に、いやじゃあニート米でいいんじゃないっていう話になって、ニート米っていう風に、でこのニート米ってつけたら、今度次の年はニートは働かないからニートなんでしょう、じゃあもうニートと言わせまいじゃんっていう感じになってきたっていう。ただ全員やっぱりもう就職してるので、ニートではないですよねソーシャルファームが実現した背景には、地域の協力がありました。農業指導に当たるのは東松島市の農家、辺見さんです。地域の人たちが応援してくれている、それがすごくいいんじゃないですかね。びっくりした。トラクターうちの使ってくれとか、うちでトラクター使ってね、うちの息子仕事に行って、全然そのトラクターあるんだけど別に使わないから、使うんだったら使ってくれよというふうな人もね、出てきたり、普通農業に参入したりするといろんな目で見られるでしょう。そういうのがないのがすごい素直なんですよね、その取り組みが。活動が大きな転機を迎えます。平成23年3月11日に発生した東日本大震災を境に、フェアトレード東北は組織を挙げて被災者支援に取り組みます。行政の支援が行き届かない被災地の隙間を中心に支援活動を行います。また布施さんはブログやツイッターで支援を呼びかけ、全国から寄せられた物資を被災者に届けていきます。やることは一緒なんですよ。やっぱりそういう中間層、グレーゾーンの、要はやっぱり大変な人、一人じゃ生きにくい人、それが多分今回の震災って大きくなっただけの話であって、もともと隠れてたのが、最初から僕らは端っこからやっぱり攻めていかないと、やっぱ困った人は端っこの隅の方に隠れちゃう。中央にスポットライトがあったとしたって、スポットライトの端っこにその石があったとしたら、その影できるでしょ。だからその影の裏に人がいたらどうするんですかなんですよ。注目を集めると思いっきりドーンってやるのも構わない。じゃあ僕らは端っこから、全体を見るんだったら端っこから見ていかなくちゃいけないんじゃないですかっていうふうに最初からもう考えて、震災直後から独自に行ってきた高齢者の巡回は、平成23年7月から市の事業として業務委託を受けます。現在在宅の高齢者およそ2200人を担当。巡回には医師や臨床心理士も適宜同行するなど、きめ細かいフォローをしています。まあゴールは本当に元の生活に、まあこういう活動を通して、まあ戻してあげることなのかなと思いますね。多分その人なりにそこのゴールってそれぞれだとは思うんですけど、一応僕の中ではまあ元の生活に、元の石巻に戻すことが多分僕の中でゴールなのかなと思って活動はしてますね、はい。震災から1年、フェアトレード東北が特に力を入れているのは、誰もが働ける場所を作ることです。従来のソーシャルファーム事業を拡大させるため、株式会社アルコバレーノファームを設立。ニートや発達障害の子どもだけでなく、震災後引きこもりがちな高齢者、シングルマザーなども野菜作りに加わりました。自分一人だからさ、だからこうやってみんなで集まって草を取ったり何か植えたりするのを楽しみですよ。シングルマザーでその子供がいて、でやっぱりどうしても他の人と同じように働けないところがあるの で,
でやっぱ普通の会社ですと勤務時間とかも決まってますし、やっぱ子供が熱出して迎えに行かなきゃって時でもやっぱり人によってはえってなる会社もあると思うんですね。でもこの会社はそういうの分かってみんな入ってきてくれてるので、すごく働きやすい職場だって。最終的にいいことするってお金は必要じゃないですか。お金も必要だし、なんだろう、専門知識も必要だし、だっていいことするんだったら実際に株式会社でも俺は間違いじゃないのかなって思いますよね。ってなったらそういう会社の例えば技術指導なり専門的な知識をような株式会社もやればいいし、僕らは人のケアをしていくっていう形で役割分担を今決めてる感じですよね。販路の拡大にも力を入れています。野菜や果物を石鹸などの材料に使う外資系化粧品会社ラッシュジャパンとの連携を進めています。仮設住宅にいらっしゃる方たちが家に閉じこもりっきりになるのを防ぐためにということで、その被災された方たちと一緒に畑で何かお野菜を作っていこうという取り組みを始めることになったと3月に伺いまして、弊社でもフットケアをする商品にジャガイモを原材料として使っているものがありましたので、それでしたらジャガイモが収穫できましたら弊社のこの商品に原材料として使える可能性があるんじゃないかということで、今いろいろと調整をしているところです。だいたいみんな寄付ちょうだい寄付ちょうだいでしょ。僕は最初から寄付じゃなくて何とかしてつながる方向性で、あんたのところもウィン、こっちもウィンでできるようなところを考えていこうってやっぱりテーブルに載せちゃうんで、じゃないとどっちも損したら今度ダメだし、どっちも得できる方、間違いなく CSR でも何でもコストパフォーマンスって必ず出さなくちゃいけないので、ってなってくるとこっちも実際の話こういう人のためになってますっていう、ちゃんときっちり説明をできるように、何人この人たちに助かってますとか、例えば大難仮設の人たちのコミュニティ形成にお宅の企業はもうこれだけの人数をこういうふうになってますっていう結果ですよね。さらに子供を持つ働く女性たちを支援するため託児所作りにも乗り出します。現在およそ20名が利用しています。今全体的に震災を受けて家族構成が変わっていたり状況が変わっていたり、保育園が被災で今使えない状態だったりしている方が多いので、そういうので改めて託児を探していましたっていう方がいらっしゃったりします。行政はフェアトレード東北の取り組みをどのように評価しているのでしょうか。石巻地域の就労状況は今後ますます厳しくなってきておりますので、石巻地域の若者たちの雇用支援にますます、頑張っていただきたいと思います。フェアトレード東北はソーシャルファーム事業推進で培った経験による震災後の被災弱者支援の取り組みなどが高く評価され、平成23年度の地域づくり総務大臣表彰を受賞しました。最終で本当の一番最終的にはもうこの仕事を辞めたいと。だってそうじゃないですか、警察も消防士も何でもそういう問題があるところっていうのは本当は犯罪をなくすためにやんなくちゃいけない、火事をなくすために予防しなくちゃいけない、僕らの仕事も一緒なんですよ。市民活動もそういう人たちをなくすためにやらなくちゃいけない、それはみんな勘違いしてるだけであって、僕らは人の不幸で食ってると思うでしょ、飯を食ってる、本当はない方がいい。だそれを全員にやっぱりきっちり僕はそれを発信するんですよね。僕らは人の不幸で食ってますから、それを忘れちゃいけない。僕はそうだと思いますよ。介護の人たちもそうだと思うし、だったらそうならないようにやっぱりずっと考えて考えてやっていかないと、俺は間違いじゃないのかなと。最終的な目標はそこです。やめることです。活動が終わるその日が訪れるまで、 NPO 法人フェアトレード東北は誰もが安心して暮らせる地域づくりを続けます。